よいしょ、よっからしょ。はい、どうもお世話になります。どうも、リサクワックスの YouTube の時間やってまいりました。すいません、どうも。はい、こちらがですね、牧田さんが出しました、充電型の充電式パワーライトですね、新登場でございます。今までになかった新しいタイプのライトになりますね。で、パワーライトっていうことなので、もちろん収縮します。ちなみに型番 NL814 でございます。でですね、今からちょっとセッティングしたいと思います。はい、よいしょ。ここの部分を持ってる。はい、開いてですね、あとはここパワーライトということなんで、もちろんニョキ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 、よいしょ、ニョキニョキニョキ。うお、だいぶ身長高いですね。素晴らしいです。私も欲しい、この身長。はい、ということで、だいぶですね、高くまで上げることができます。はい、これがあの牧田さんが出たですね、新しいタイプのライトですね。よくライト投稿機出てますが、このタイプだとスタンドいりません。通常のやつだと、ライト買っていただいて、スタンドも別売りってことで、ちょっと手間がかかったり、分離とかちょっと組み立てめんどくさいっていうことなんですが、これはコンパクトに持ち運びできて、スタンドもいりません、そのまま使いますっていう新型になりますので、今回ですね、私この新型ライトの方ご紹介させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、この新型のタワーライトですね、ご説明させていただきたいと思います。まずは気になるタワーライトということで、高さですね。いや、本当に高い。この高さ、今全長でこの状態で、最大ですね、これの状態で2m24cm ですね。だいぶタッパございます。高いところから、明るい光を照らすということができるようになってますね。スタンドいらずでございます。スタンドと一体型になってますね。最大で2m24cm ですね。そしてもちろん収縮できます。はい、ここもそうです。よいしょ。はい、最初にしました、この状態で、1m25cm ですね。はい、この状態が一番低い。もちろん途中の状態でも使います。はい、最初にして 1m24。 そしてもちろん、冒頭でも言いましたけれども、よいしょ、持ち運びできます。ここがやっぱ売りですね。車に積む時にも最高です。この状態で約 1m です。はい、ここからここまでが 1m ということで、2m24 からですね、コンパクト収納まで入れると 1m までできますということで、非常にですねコンパクトに、そして展開も早いということで売りになっております。使い勝手も抜群ですね。はい、でこのライトの特徴の一つがですね、このヘッドのライトの部分なんですけども、可変します。はい、こんな感じで動きますね。すごい、これができるんで、まあ、真下を照らすということもできるし、はい、真横ですね、このように、照らすこともできれば、上の方に、はい、このようにですね、点灯させる、まあ、今点灯してませんけど、真上もですね、照らすことができるということで、かなりフレキシブルに、ライトの位置を変えることができます。はい、じゃあ次、明るさの方ですね、気になると思いますので、ご説明させていただきたいと思います。まずはカメラさん、ここお願いいたします。ここがですね、バッテリーを入れるところになります。電源部ですね。はい、今ちょうどバッテリー入れております。はい、18V 入れてますが、ご安心ください、 14.4V もお使いいただけます。そしてこのようにですね、パチャンコカバーになっております。そしてここですね、穴開いてます。鍵ですね、南京錠などをつけてもらって、バッテリー等を盗難防止等にも使いますよということで、ここバッテリーの電源になっております。そしてですね、ここが電源ボタン、そして、はい、この手前の方がですね、ここが電源、パワー調節ですね、明るさのパワー調節ができるようになっています。よいしょ。じゃあ実際に明るさの方を見てみたいと思います。ちょっと部屋が明るいのでなかなか分かりにくいとは思うんですが、電源オンということで赤くなりました。いきます。この状態が一番明るいですね。
ルーメンで言うと、3000ルーメンということでかなり明るくなっております。時間にして、18V の6アンペア挿した際にですね、約4時間点灯できます。はい、もう一回そう、中の状態ですね。この状態だと1700ルーメン、時間にして約7時間点灯できます。一番弱くすると、はい、900ルーメンまで落とせます。長時間の作業の際いいですね、バッテリーで約12時間連続点灯できますよということで、1、2、3段階で、明るさの方を調節できます。ごめんなさい、ちょっと明るさの方ですね、後で外の方でもやりますので、ちょっと今分かりにくいかと思います。で、ちなみにこちらの方、もちろん夜間とか、まあ、外でお使いいただくんで、どうしても防塵防滴のレベルも気になるところなんですけども、 IP55 ということで防塵防滴のレベルも高く設定してありますので、ご安心ください。ちなみに最後にですね、ここで重さの方をご説明したいと思います。バッテリー抜いた状態で約 7.4 キロということなんで、持ち運びもこういいかなということで、ちょうどいい重さになっております。では外で、明るさの方を皆さんに見ていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、すいません、暗いとこから失礼いたします。リサークのですね、倉庫の方にやってまいりました。物を取る、何かする、もう何にも分かんないです。ですけど、このタワーライトございますので、スイッチオン。はい、このようにですね、全体を見渡すように明るさをこう照射できます。もちろんパワー調整もできますので、はい、これ一番暗い状態ですかね、この状態で700ルーメン、はい、これで3000ルーメンですね。高射で明るくなります。これでしたらですね、作業性も抜群に良くなるのかなと。特に高いところから、光の方ですね、ライト照射しますので、より使いやすいかなというふうに思います。ちょっとごめんなさい、下げさせていただいて、これ高さも自由自在です。で、ここのライトの部分がですね、自在に動かすことができます。はい、例えばですけれども、今、はい、例えば天井施工の際、真上にですね、はい、もう上をもうジプトン加工するなんだかんだ上の場合にこうしっかり当てられますし、はい、これも3つ全部可変できるので、例えば下の上とかいう感じで、真下にですね、このように照射することもできますし、はい、より広範囲にですね、光を当てたいということもできます。そしてスポットモードというか、ライトモードというか、この状態で、はい、こんな感じでですね、はい、相手に対してここも動きますんで、この首が動いてくれますので、このように、スポットライトのように使うということもできますので、はい、あっちの方も見たいな、ここを施工したいという時に、ここも向きを変えれば自由自在にですね、使えますよというのが、このタワーライトですね。非常にこれは明るい、しかも使いやすいで、高さも、はい、こんな感じで高いところからもできますので、これかなりいいですね。持ち運びももちろん、冒頭でもお伝えした通り、コンパクトに、収納というか小さくできますので、持ち運びから展開と様々、そして電源の取れないところでバッテリーで使えますということで、かなり便利なのが出ました。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。だいぶ明るかったですね。夜の時使うには最高かなと思います。やっぱ動くのがいいですね。ここがポイントになります。はい、ということで、これにつけるのが、実はこんなものもございます。持ち運ぶ際に使えるこういった肩掛けベルトですね。それと収納できるんですけど、収納にあたってのこういったバッグの方もございますので、こちらの方も一緒についてます。バッグに、持ち運ぶ際には収納を中に入れていただくこともできるようになっています。このバッグもついております。はい、で、まあ最後に注意点なんですけども、こちらは充電型専用ということで、ごめんなさい、100V は使えないということだけ、ちょっとそこだけポイントになりますので、ご注意ください。もちろん 18、14.4V 両方のバッテリーでも使えますので、外で充電専用ということで、どんな場所でも使えますよという持ち運びが便利なやつになりますので、気になる方はですね、ぜひこの組み立てが楽々のこのタワーライトちゃんですね、よいしょ、
はい、リサクワークスの方で置かせていただいていますので、やばい、このコンパクトさ、気になる方はリサクワークスまでよろしくお願いいたします。リサクワークスでは新商品やお得な情報をどんどん流しますので、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。